しこう休みの日になるとね雨降るんでしょうね。おはようございます、軽トラ野郎のお時間です。おそらくこの車に履ける、外径の最大値を600ミリというふうに読んだんですよ。そっから算出するにタイヤサイズの一番大きいのってどのぐらいまでがいけるのかなって計算するとですね、165/80/13、外径が600ミリ以下に収めないとハンドルが切れないので、このサイズのタイヤをゲットしてきたので、一応車高は標準なのでそれでですね履けるかどうかっていうところなんですよね。ホイールはですね13インチの、鉄筋をゲットしてきましたので、それをまた黒く塗って、履いてみました。果たしてちゃんとノーマルの車高でそんなでっかいタイヤが入るのかどうか。計算上はですね、3センチぐらい車高が上がる予定なんですが、ハンドルが切れなければダメなので方向期待。